はい、おはようございます。今日は今、現在ロサンゼルス7時半ということで、ラニオンキャニオンパークに散歩に来ております。ちなみに格好はこんな感じで、サングラスに、見えるかな、タンクトップに、半ズボンということで、まだ4月3日のロサンゼルスなんですが、こんな格好でも全然ですね、寒くないということで、すごいね、今日はちょっと、昨日おとといはすごい晴れてたんですけど、今日は若干雲が多いかなと。ただ、向こう見て分かるように、ちょっとなんかヤシの木みたいなので見えないな、若干雲は多いけれどもしっかり晴れてると。でなんかラニオンキャニオンって全然聞いたことないなって、グランドキャニオンなら聞いたことがあるけどっていう風な多いと思うんですけど、おっしゃる通り僕もロサンゼルスに来て、でたまたまこの公園から歩いて、5分10分くらいのところに信号の変換器を押さないと永遠に歩道を渡れないという信号機を渡って。大体5分10分くらいのところにある公園なんですけど、来るまで全然知らなくて、ロサンゼルス観光どんなところあるのって表を調べた時に、たまたまこの公園が出てきたというところですね。でもいいよね、ここ、キャニオンっていうくらいなので、大きな岩ということですが、今後ろからアメリカ人がハーハー言いながら走ってきてますけど、それはいいとして、ちょっと応援でもしました。女性でしたね。しかもあんなスピードで走れるってすごいね。あれ右につけてるのはなんていうんですかね、ヘルスメーターじゃなくてそういう、フィニッシュかな。お疲れ様です。で、こんなねアップダウンがあってね、いろいろあるところっていうのはなかなかないとは思うんですけど、今ちょっと山を登ってみて、だいたいね片道で1時間、こんな感じですね。ちらっとだけ見せて、片道で1時間くらいかかるというようなところなので、結構しんどいですね。あれは道は舗装されてないのかな。ちょっと逆光になってるから見にくいかもしれないんですけど、今動画再生して2分40秒くらいなんですけど、やっぱり登りながらだと体力のない僕からしたら息が若干上がってきて、喋りながらしんどいなと。ただそうは言ってもなかなか馴染みのない土地を無言で喋って歩いていくっていうのも変なところだと思うので、一応ベラベラ何かしら喋りながらね、走っていきたいと思います。にしてもロサンゼルスでも、さっきも僕の格好、ちゃんと動画撮れたかどうか見えたかどうか分かんないんだけど、あったかいね。あったかいからさ、眩しいかな。見せない方がいいかな。眩しいな。これに今僕ねサングラスしてるからね撮れたんですけどね、動画を見てる人から見たらどうなんだろう、分かんないけど。でもロサンゼルスすごい暖かいところで、今まだ朝だから、上下とも長袖、なんて言ったらいいの、長袖と普通のジーンズみたいな長さのパンツ履いてる人たちも多いけど、初日にどんなところなのかなってちらっと最初にベンチがちらっと見たかと思うんですけど、そこだけに行ってみたらすごいよ。上半身裸で半ズボンの男性の人とかざらにいたし、下はスパッツ、上はビキニみたいな、あれもはやスポーツブラじゃなくねみたいな。スポーツブラだったらさ、まだ歩くのとかに必要だからなんとなくつけてるの分かるけど、ビキニってもうこんだけ乳揺れてんねんっていうくらいね、そういうのを着てる人に、そういうのをつけてる人に限って強引な人が多かったなという印象なんですけど。すごいね。ちょっとだけ歩くスピード上げましょうか。こんな風にゆっくり歩いてるとホテルに帰ろうと思ってる時間に帰れなくなっちゃうかもしれないので、ある程度の休憩ポイントみたいなところに着いたら休む予定はいるんですけどね。反対側もちょっと見えるかな、見にくいかな。反対側もちょっと歩くスポットみたいなの見つけましたね。あれ見えたね。あっちぐるっと回ったらどれくらい時間かかるんだろうね。片片道1時間取ってるくらいだからね。あれがロサンゼルスの交代と。ロサンゼルスと一言に言ってもね、行ってみてから気づいたんだけど、結構アクセスは不便かもしれないですね。車が必要になってくるんで、まあ複数人で旅行をしていて遠出も全然困らないっていう方だったとしたら、確実に Uber を使った方がいいかもしれない。僕はまあ1人で行動してるんで Uber 使うと高すぎる、ちょっと使おうかなと思ってるタイミングは明日あるんですけど、明日NBA でロサンゼルス・レイカーズと、ゴールデン・ステート・ウォリアーズの試合があるんで、それを試合が終わった後はちょっとタクシーを使おうかなと思ってるんですけど、じゃないとタクシーじゃなくて Uber か、一緒だけど、じゃないと地下鉄はね多分ね人でごった返すと思うんだよね。かといって車をこう呼んで向こうの人に分かってもらえるような存在だったらいいんですけど、なかなかそういうわけにもいかないかもしれないしね。あれ、この辺を歩いてたら確かなんか懸垂をできるところがあったと、そこで一旦区切ろうと思ってたんですけど、なかなかないですね。どうだろう、ね、今ね、女性2人組とすれ違いましたけど、女性がね、しかもアメリカ人のね、ものすごくかっこいい英語でシックスなんて言われたらね、もうあらぬことを想像してしまいますよね。そんな話はどうでもいいとして。で、結構やっぱりね、ネットなんか見てて、こう、いろいろと、ロサンゼルスも危ない街だよみたいなことが書いてあるみたいで、確かに用心に越したことはないんですけどね、今のところそのネットに書いてあるような情報っていうのが全然引っかかってくるようなことはなかったんで、確かになんだっけな、ハリウッドなんですけど、僕が言ってるのはハリウッドの路上なんかではコスプレをしたね、中途半端なコスプレをした人たちが一緒に写真を撮ろうって、写真を撮ったら$20要求してくると。僕がだろうなと思いながらわざと写真を黒いスパイダーマンと撮って、僕アメリカンコミック見ないから黒いスパイダーマンなんて本当なんていうのは知らないんですけど、こういうふうにやったね、そういうのもあったりして、でまあね、本当にこいつらこの意味分かってるのかなっていうような日本語でね、チップくださいって言ってきたんでね、さすがに何も渡さずに言うと何されるかは分からなくて怖かったんで、ランダムとか言いながらね、お札を1枚抜いて、それをあえて$1札だったんですけど、$1札渡してザラ見ろというところですね。で、その後も何人かね声かけてきたりとかね。あと一番注意しなくちゃいけないのが、どう考えても黒人の自称ラッパー、マイ CD マイ CD とか言いながらね、勝手にね手に渡してこようとしたりね。で、あとなんだっけ、そうそう、僕携帯いつも持ち歩くようになんだっけ、こいつショルダーバッグをね後ろに持っておくと何されるかわからないんで、前に抱えながら歩いて持ってるんですけど、そいつをですねもう前に抱えてるもんだから、その上に乗せてきたりとかで、僕は上に乗せてこられたのでバッグと体の中位置を開けることで一度ポーンと落としたら、Hey man! みたいな感じでね、何すんだよみたいな感じで言ってきてね、それでなんかもう1人黒人が出てきて、それめちゃくちゃでかいの、190弱くらいあったの、190はないと思うんだけど190弱くらいあったと思うんだけど、まあそのくらいの身長のでっかいのが出てきて、ピックアップピックアップピックアップヨーセルフとか言ってて、ずっとねなんかもう拾いよ貴様拾いよてめえみたいな感じでずっと言ってくるわけ。だんだん腹立ってきてね、ずーっと無視してきてなんだけど、最後の最後別れ際でね、なんかファッキューって言われたから、おう初めてアメリカ人にファッキューって言われたとかって思ったんだけど、まあさすがにねストレートにねダーイの日本語をね言うとね、まあもしその意味を分かってきたとしたらちょっと怖かったんでね、まあ僕は紳士ですから丁寧に、あなるほどと思った瞬間に、お亡くなりになってくださいとお伝えをしました。まあ離れ際だったんでね、一回ちらっとこっちを振り向いたんで、その時はさすがにね、この意味すら分かんのドキみたいな感じだったんだけど、それはさすがになくて、なんか一別くれて中に睨まれてどっか行っ去ってったっていうような感じですね。にしてもいいね、ここ本当に。じんわり汗かいてきましたね。この格好してるのに汗かくって、まあ、歩いてたらそうなってくるかね。まあ、これがもしね家の近くなんかにあったりして、こう一日、まあ一日ずっとってわけじゃないかもしれないけど、まあ、週末にこの公園をランニングで一周走り切って朝じゃない、まあ、一日を始めるというようなことしたら達成感もあるし、気持ちいいし、健康にもいいし、最高ですよね。ここがね、曇りがすごい見えたり、雲が見えなくてですね。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。